青森から来ました竹林正樹と申します。心と行動の研究をしております。普段から人をよく観察するように心がけていたら、去年あることに気づきました。私が学会で発表すると聞いてる人は、私の津軽弁なまりに突っ込みたくてうずうずしてるみたいなんです。真面目な話をしてるのに津軽弁漫談に聞こえてしまう。さすがにこれじゃダメだと思って標準語の特訓をしました。3ヶ月ほど特訓して標準語がそこそこ上手くなったなと思ったので、友人に披露したところ、君は津軽弁だから難しい話でもなんだか楽しく聞こえるんだよ、標準語になったら寂しいなって言われました。もし頭ごなしに君に標準語向いてない、無駄なあがきはやめたらって言われたら、私は意地でも特訓を続けたでしょう。優しく言われたことで心が後押しされた感じになって、特訓をやめる決心がつきました。人の心ってそういうところありますよね。こんないきさつもあって今日は津軽弁で行かせていただきます。方言の聞き取り自信ないなって方もご安心ください。ところどころに字幕入れております。さらに人間には素晴らしい才能があります。あなたにもあります。それは慣れるってことです。私レベルの津軽弁だと1分40秒するとあなたの心は慣れてきて、だんだんと方言を受け入れ始めます。そろそろ1分40秒経ちましたかね。本題に入ります。この時間は、なんであの人は分かってくれないの、どうすれば自発的に動いてくれるのをテーマに、私の失敗談や世界の研究を交えてお話しします。私の話が終わるとき、あなたは相手に自発的に動いてもらうにはこうせばいいんだねってお腹の底から感じていただけるでしょう。それにしても人を動かすっていうのは本当に難しいですよね。相手を心配して説得したのに相手は逆に怒り出した、そんなことがあると悲しいですよね。私は若い頃祖母の説得に失敗し、その後10年以上悩んで体を壊したことがあります。場面は22年前青森、私が研究を始める前の話です。祖母は我が家の向かいに住んでいて、私をよく可愛がってくれました。私も祖母が大好きで毎日遊びに行きました。でも祖母には秘密がありました。重い糖尿病で目がほとんど見えなくなってましたが、それを隠して生活してました。そしてついに祖母の病気がバレました。ある晩、私はパーティーに行くために天然パーマをオールバックに決めて、ひげも剃っていざパーティーに出かけようと思ったその時、姉が私に話しかけてきました。おばあちゃん、病気で目がほとんど見えてないんだって、でも病院さんはどうしても行かねって言ってら。それを聞いて私はいても立ってもいられなくなって祖母のもとに駆けつけました。おばあちゃん。祖母はそろそろ寝ようとしたところでした。どうしたのさ。祖母は穏やかに言いました。祖母は普通なら最初に突っ込むはずの私のテッカテカのオールバック部屋に全く触れないので、いよいよ目が見えてないんだなと私は確信しました。私は火がついたように説得を始めました。単元命と関わる病気だはんで、病院で検査ば受けねば参れて。私は祖母に一刻も早く通院してほしくて強い口調で説得しました。祖母は私の言葉を遮るようにこう言いました。さすねじゃ、わかったんでけれじゃ。祖母の反論を予想しなかった私はびっくりして思わずこう言いました。ゴンボホンナじゃよ、かちゃくちゃねえな。私はドアをバタンと閉めて出て行きました。もうパーティーだなんてどうでもよくなりました。私はその後も祖母と仲直りできませんでした。祖母の状態はどんどんと悪化し、治療を始めた時、もはや手遅れでした。
私は悶々とした感情に押しつぶされ、ストレスで13キロ太りました。疲れ果ててぐったりしてた時、急に私にある考えが降りてきました。おばあちゃんも早くに治療開始した方がいいってこと分かってたはず。なして分かってることできねえんだべか。この悩み科学的に解決した人必ずいるはず。偉い人の研究は調べてみるか。次の日から世界中の研究を調べまくりました。最初は調べ方もよく分からず本当に手探りでしたけども、何年も諦めずに探してたら、ついにぴったりの論文に出会いました。論文に出会った時の感動を今でもはっきりと覚えてます。頭の中に散らばったパーツが一つの大きな力に生まれ変わるのを体感しました。私は人に感情と理性があることは知っていました。でもその本質はよく分かってませんでした。感情というのは巨大な存在で隠れることもない、気まぐれで力も強く暴れ出すと手に負えない、でも優しい面もあってなんだか憎めない。ここで感情をある動物に例えると感情の特徴がよく理解できます。その動物は鶏よりもずっと速く時速40キロで走ります。猿よりも攻撃力が強く5トンの体重で人を押しつぶします。そして熊よりも人懐っこい。その動物とは何でしょうか。それは象です。人間の感情も大きくて優しくて動きが速くて気まぐれで、でも暴走したら手に負えないという点で象によく似てるんです。これまで多くの科学者たちも感情を象に例えました。だから私も感情を象と呼びます。想像してください。心の中には象がいるんです。あなたの心にも私の中にも。一方理性は冷静ですけども、あんまり出てこない上に思いのほか力が弱いです。象が暴れると理性の力ではなかなかコントロールできません。だから私たちはまず感情、つまり象と仲良くすることが先決です。世界中の研究から象とのうまい付き合い方が分かってきました。分かっていてもなかなか動けないとき、仲間が鼻先でそっと後押ししてくれると一歩踏み出しやすくなる。これ聞いたことある方いるかもしれません。ナッジ理論と言われるものです。私がなまってるとうまく伝わらないので字幕出しますね。ナッジ、象をそっと後押しして人を動かすアプローチです。ナッジ理論を提唱したリチャード・セーラー博士はノーベル賞を受賞してるんです。象を後押しして人を動かす。でも後押しって具体的にどうすればいいんでしょうか。法則が3つあります。1つ目です。象が疲れてないタイミングを選びます。2つ目です。象から選択肢を奪わない。3つ目です。象へ話しかけるときは最初と最後をポジティブなイメージにする。この3つの法則がうまく使われないと象が暴れてしまうというのはきっとあなたも経験したことがあります。例えば学生時代、疲れて帰ってきたとき親にすぐに宿題やりなさいって頭ごなしに言われて、頑張って宿題が終わってやれやれと思ったときに、明日の予習やったのって言われたらギーって気持ちになりますよね。あの感覚です。思い返せばあの日私は祖母の象を暴れさせるようなことばかりしてきました。象の機嫌の悪い夜にいきなり頭ごなしに治療を押し付け、とどめにひどい捨て台詞を吐いてしまいました。私は象のことを知らないまま祖母を説得した自分を本当に心の底から本当に反省しました。そして私は
これからの人生、ゾウの研究に捧げることを決意しました。安定した仕事も辞めることにしました。周りからは考え直せって言われました。でもゾウと仲良くなれないと、これからもまた大切な人を不幸にさせてしまうかもしれません。私にはそれが耐えられないんです。ゾウと寄り添う優しい社会を作りたい。私はその思いで研究に没頭しました。年月が経ち、今度は父親の糖尿病が進行しました。父は高血圧で内科に通い、糖尿病もその内科で診てもらってました。糖尿病専門のクリニックに早めに行った方がいいかもって、父も薄々感じていながらも、なかなか動こうとしませんでした。私は祖母の時のように勢いで説得するようなことはせずに、象を後押しする3つの法則を確実に抑えることを心がけました。3つの法則は、疲れてない時に選択肢を奪わず、最初と最後をポジティブにです。まず、父の象が最も疲れていないであろう朝食直後に話をすることに決めました。いざ当日、食卓で父の向かいに座ったら、私の心に父の象の姿が浮かんできました。父の象はなんだか話を聞いてくれそうな雰囲気でした。最初が肝心なので、父の好きな旅行の話から始めることにしました。最近大学の時の友達と旅行さ行ってらの？私が聞くと、父はみんなで銀座さ行って写真は撮げとった、楽しそうに答えました。私は笑顔でうなずきました。父との象の距離が少しずつ近づいていくのを感じました。私はゆっくりと続けました。来年も旅行さ行けるように専門の先生とワンツカでも話し越してみるのも面白いと思うけども、どんだべか。父の象は一転して固まってしまったようでした。それを見て、今度は私の心の像がそわそわし、結論を急ぎたい衝動に襲われました。この時、めったに出てこない私の理性が出てきて、像を優しくなだめてくれました。理性のおかげで私は湧き上がる衝動を抑えることができました。明るく会話を終えるために、私は笑顔でこう言いました。ちゃんと聞いてけてありがとう。和のためにも考えていけると嬉しいな。その結果、父はどうなったでしょうか。ほどなくして父は糖尿病のクリニックへの受診を決め、現在父の病状は少しずつ良くなってきてます。長年の研究が報われて、そして祖母に対する罪悪感からもようやく解放され、私は身も心も軽くなりました。13キロ増えた私の体重も元に戻りました。今、父はこのトークを聞いてます。父は息子の作戦に乗せられたって怒るでしょうか。それは決してないと信じてます。なぜなら、私は父の象の背中をそっと押しただけだからです。父は自分で心穏やかに受診を決めたんです。象に寄り添う姿勢を持ち続けると、人を動かせるようになるだけではありません。きっとあなたにも素敵な変化が起きます。それも2つです。1つ目です。相手に腹が立たなくなります。家族から思いがけずきつい一言言われることありませんか。そんな時でも、象のコントロールに失敗しちゃったんだね、昔の私みたいって考えると、なんだか笑顔で対応できます。二つ目です。自分の過ちを素直に謝れるようになります。私は余計な一言を言ってしまうことがあります。若い頃の私は祖母に謝れずに、それがずっとと心残りでした。でも今は自分の象の管理不行き届きだったかもって考えると、笑顔でごめんなさい
が言えます。ゾウと仲良くなったおかげで私は笑顔の時間が増えました。きっとこれからの人生も笑顔に満ちたものだと信じてます。お別れの時間が近づきました。最後にお願いです。あなたの優しさをぜひ大切な人のゾウを喜ばせることに使ってあげてください。確かにゾウは気難しいところもあります。でもゾウだって本当は暴れたくなんかないんです。ゾウが笑顔になるときっと自発的に行動してくれるでしょう。私のゾウは今満面の笑みです。憧れの舞台で大好きな家族や研究のことを聞いていただけた最高の気分です。最後はあなたのゾウと最高の笑顔でお別れの挨拶をしたいです。本当にありがとうございました。